李少校李将校は、韓国の囲碁騎士、全羅北道全州市出身、韓国棋院所属、総訓元門下球段、わずか16歳で世界戦優勝。その後世界歴代1位の世界棋戦優勝21回、国内棋戦優勝140回を数え、1990年代から2000年代の世界最強騎士と称される。序盤から中盤にかけて、手厚く打ち、 寄せ勝負に持ち込む堅実なスタイル。寄せに関しては、新さと呼ばれるほど性格無比。また、無表情かつ寡黙な性格でも知られ、石仏というニックネームもある。1975年全羅北道の全州で3、兄弟の次男に生まれる。両親は、子供がやりたいことを自由にさせる人で、幼稚園の頃は、弟とゲームセンターでよく遊んでいた。5歳頃のある日、 祖父が友達と打っているのを見たのがごと出会いで、ある鍵や五目並べで遊んだ後、囲碁を学び夢中になっていった。それを見た祖父は、地元の誤解所に、将子を連れて回っていった。祖父の教育法は独特で特定の講座やプロ騎士から、学ぶのでなく、子を打てる人であれば、気力の肯定に関係なく、誰とでも打たせる方針だった。囲碁を打つ子供が、 滅多にいない時代だったのですぐに将校は全州の名物になる。その後後会所の委員長や全国の天高談社に指導を受け、中でも全国大会優勝の前歴を持つ李定玉には1000回を超える指導を受けた。1983年の夏からプロの田中義に指示、囲碁を学んで2年目に経て敗全国、子供囲碁大会ベスト16に残り、最年少で奨励賞を受賞。 翌年には、オッケンドムイ号戦で優勝。両親は将校を、プロの道に進ませることを決断し、田長氏の紹介で当時、千年間全館制覇を2回も果たしたトップ騎士、総訓元と出会う。三種の指導対局をした後、1984年夏に、内弟子入りする。当時はまだ、韓国に内弟子監修がなく、 しかも引退間近ではなく前世紀のトップ騎士が内弟子を取るのは異例のことだった。また、韓国議員の研究生となり5級に登録される。1986年第54回入団試験で入団。11歳と2日の入団は、総訓練に次ぐ年賞記録。入団後は、両最後を、龍ちゃんひょく、森玄羅と、お岩は研究会を開いていた。 二年目の三次予選で市の田中良史と対局し勝利。そのまま最年少記録で本戦入り。1987年は勝ち星ランキング2位、勝率1位で締めくくる。1988年国旗戦準々決勝で名人くらい7期など多数のタイトルを獲得した著報主に勝利し話題を集める。12月24日最高位挑戦手合で、 総訓練との最初の指定対決が実現するが1勝3敗で敗退する。続くハオ戦挑戦手合も総訓練との対決となるが0勝3敗に終わる。敗れはしたものの11歳の新人騎士と35歳、トップ騎士の指定挑戦手合は韓国の話題を大いに集めた。この年は75勝10敗で勝率第一位最多勝ち、最多対局数。 連勝記録の4部門を総なめにし6つの棋戦で本戦まで勝ち残り MVP に選ばれた。1989年4月第2回富士通杯で公式世界大会初出場。1989年8月8日、KBS 杯バドク王戦で金秀デを2から0で破って初タイトルを獲得し、14歳の最年少タイトル獲得記録となる。 1990年2月2日、第29期最高位戦、総訓練とのタイトル戦4回目の指定対決を3から2で勝利。くしくも、総訓練が初めて獲得したタイトルを弟子に移常することになり、マスコミから保温大戦と名付けられた。1990年2月27日から9月2日まで41連勝記録。1990年10月10日、 最古の伝統ある国主を10年間守り続けた、総訓練から勝ち取る。この頃に、総、女宝主、龍正カともに四郷と呼ばれるようになる。1991年、高校入学に合わせて、総訓練の元から独立。テレビ後アジア選手権戦で準優勝。1991年沖岩高校に入学し、それと共に、支度を離れて、一人暮らしを始める。 この年、囲碁クラブ氏の企画で、ヨダ則リモトと五番勝負を行い、1から3で敗れ、囲碁しばらく、ヨダを苦手とした。1992年1月27日、第3期東洋証券杯世界選手権戦で、林美穂を退け、最年少世界タイトル獲得の記録を打ち立てる。この模様は、韓国放送公社で、全国放送されるほどの関心を集め、韓国に、 子供囲碁教室の新設ブームを起こした。この年の成績は87勝25敗、勝率77.7%。1993年東洋賞圏杯で、超智君に3から0で勝利し連覇。1994年2月第2回新路杯で、韓国の優勝に貢献。ここから、韓国勢が世界戦を制覇していく時代の始まりとなる。 1994年は77勝20敗、勝率79.4%で13個のタイトルを獲得。通算タイトル数を39とする。翌年版19歳になる将校の兵役義務についてどうするかが議論となり、韓国議員理事長の長在職議員を含め、一個人事としては異例の国会議員105名の連名で李将校講演会が結成。 それにより1994年12月6日、兵役施行令49条の規定が変更され、兵役特待が追加された。1995年3月27日、4週間の軍事訓練を受けた後、3年間公益勤務要員として勤務した。1998年3月26日、招集解除。1996年8月3日、 第9回世界囲碁選手権富士通杯で初の海外で開催された世界大会で優勝。この年、進路杯、東洋証券杯、富士通杯、TB 囲碁アジア選手権で優勝。日中間三国特別賞制世界囲碁、最強戦ダブルリーグで4戦全勝。2000年4月28日、第4回を正規杯世界プロインゴ選手権戦で、常空に勝利し優勝。 サムスン火災杯優勝、国内3冠王。2001年、国際大会優勝2回、国内6冠王、通算100回優勝達成。2003年、トヨタデンソー杯後世界王座戦と第4回春蘭杯世界囲碁選手権戦に、優勝し世界戦、グランドスラム達成。2011年はじめ、国主戦に敗退し22年ぶりに無冠となる。2017年、 月間、囲碁での歴代最高の騎士はというアンケートで1位に選ばれた。脳神神ラーメン敗世界囲最強戦では2000年、第1回から韓国チーム首相を務め、第6回まで無敗の14連勝で韓国6連覇をもたらす。2010年、元囲碁記者のリタビリンと結婚。騎士ランキングでは2005年8から10月。 6年2から10年2月までリオラと交互に1位。中国インゴリーグには2010年からお月 U リーグに出場。通算成績は1681勝599敗。小学2年生の時にはシルム王になっており、土俵の上で負けた記憶はほとんどないという。もともとは左利きの両利きだがゴー打つ時は右手を使う。 小学校に入学した頃 IQ テストで139を記録した。合成源、総訓源、理由を囲碁の天才と挙げている。日本基因所属のリュウジ君とは小学校時代に子供囲碁大会で優勝を争い、韓国基因研究生時代にも一緒だった縁で仲が良く、ジク兄さんと呼ぶ。ありがとうございます。